チロリア、なぜあなたがここに？帰ったんじゃなかったのか？私が姫様を置いて帰れるわけがないでしょう。それより姫様、この町の様子、気がつきましたか？気がつくも何も、人っ子一人いないじゃないの。どういうことなの？すでに私が来た時からこうなのです。何かが本国で起きているようですね。どうしようか。姫様、一度ウスラー城へ戻りませんか？でも、お父様に捕まっちゃうわ。そんなこと言ってる場合ではないのでは。何やら、悪い予感がします。わかったわ。じゃあ、一度お城に戻ろうか。あ、姫様。その前に、これをご覧ください。これは？そう。ドラゴンアーマーです。なぜ、これがここに？町に人がいないので、あちこち探索してみたんです。そうしたら、防具屋で見つけました。しかも、8人分も。やったじゃない！でも、勝手に使っていいのかしら？誰もいないのですから構わないでしょう。それに持ち主だって、姫様に使われるのなら、本望なのでは。うんうん、そうよね！じゃあ、装備しちゃおう！こんな値打ち物がタダで手に入るなんて、ついてるわね。まったくだぜ、ドラゴンアーマーといや。攻撃力、守備力、素早さ、対魔術防御、すべて超一級品だもんな。そんなものが8個も見つかるなんて、ラッキーよね！ところでチロリア、何かな？ブルーモリス殿、姉さんの墓参りはいいの？ああ、この事件が解決したら改めて行くさ。姫様、そのプロテクターを着てはダメ！何を言ってるの、ブルーモリス。わけのわかんないこと言ってないで、あなたも早く装備すれば。何よ、これ！あなた、チロリアじゃないわね。何者なの？何ですって？チロリアじゃない？さすがはブルーモリス。よく気がついたな。チロリアが行くのは、妹の墓よ。姉さんではなくてね。そうか。それはうっかりした。さあ、正体を表しなさい！お初にお目にかかる、親衛隊の諸君。私の名はテクニカ。鏡のテクニカだ。鏡のテクニカ？偉大なる魔術師、ダイナスター様のしもべ。どうだ、気に入ってくれたか、私からのプレゼントは。言っておくが、その偽ドラゴンアーマーは、一度装備したら脱げないからな。装備が外せない？さて、私がなぜ鏡のテクニカと呼ばれているか教えてやろう。それは姿形とも映した相手そっくりに変身できるからだ。さあ、これで私の強さはチロリアそのものだ。チロリアの強さを味わってみよう。ナビ、フレシジョン、オーチェ。はーい。おう。うん。さすがのミネルバ親衛隊もその装備じゃ苦しいようね。でもこれからあなたたちはその装備のままで先に進まなくてはならないのよ。そうそう、ついでにブルーモリスを預かっていくわね。ブルーモリスだけは偽のドラゴンアーマーをつけていないしね。
チロリアにブルーモリスなしで先に進めるかしら。辛くなったら泣いて許しをこうてもいいのよ。じゃあ頑張ってね、ミネルバ姫と親衛隊諸君。悔しい。このままで済まさないんだから。見てなさいよ、テクニカ。必ずギャフンと言わせてあげる。ところで姫様、まずどうしましょう。そうね、この町には誰もいないみたいだし、とりあえずウィリアの町まで行ってみましょうか。そこで情報を集めましょう。ブルーモリスさんを助けなきゃいけないし、それにあのテクニカがチロリアに化けていたということは、チロリアも捕まったんじゃないのかしら。チロリアが？考えにくいな。いえ、可能性は高いと思うわ。そうなのか？鏡に映すようにって言ってたわよね。ってことは、チロリア本人を前にして変身したってことよね。そうか。とにかくウィリアの町まで行きましょう。そこで情報を集めて今後の方針を立てるしかないわ。それにしても、これ本当に外せないあるか？このままでは戦いが辛すぎるあるよ。外せると思うわ。本当なの？ええ、多分。よかった！じゃあ、早速外してちょうだい。いえ、私ではダメなんです。どういうこと？私は、外せそうな人を知っているだけなんです。なんだ！あ、でも、まあいいわ。早速その人のところに行きましょう。それが、その人は本国の東のエリアにいるので、ウィスラー城側に渡らないと会うのは難しいでしょう。がっくり。じゃあ、結局当分はこのままで戦わなくてはいけないんじゃないの？ええ、まあ、そういうことになりますね。喜んで損しちゃった？すみません。まあいいわ。外せることが分かっただけでも希望が持てるものね。とにかく、ウィリアの町まで行きましょうか。
誰か中にいるの？姫様。姫様ですか？ブルーモリスね。無事なの？ええ。なんとか、助けに来てくださったんですね。当然じゃない。あなたを見殺しにする私だとでも思ってるの？ありがとうございます。ところで、この扉、どうやって開けるのかしら？私を連れてきた鏡のテクニカがこう言っていました。強力なマジックゲートだから、特殊な石がないと開かないようにできていると。魔風石ね。魔風石って？魔術の効果を封じる特別な石があるのです。その石を魔風石と呼んでいます。おそらく、魔風石をその扉の中央にあるくぼみにはめ込めば、扉にかけられた魔術が無効になって、扉が開くと思います。わかったわ。それで、その魔風石はどこにあるの？おそらく、ドロミテタワーの最上階に行けば。よし、早速、魔風石とやらを取りに行きましょう。ただ?何なのよ、はっきりしなさいよ。ドロミテタワーに魔風石があるために、塔の中は魔術が効きません。塔に入って魔風石を取りに行ってもらうとしたら、魔術を使わなくても戦える人に限ります。じゃあ、私やトゥア・エランはダメなのね。はい。姫様も苦しいかもしれません。まず第一に水野。オッケーやる！任せるよろし！もう一人はケスレ。おういいぜ！任せなよ！残る一人は、ラクロアか姫様ということになりますが。わかった。じゃあ、最後の一人の人選は、塔についてから考えよう。そうですね。じゃあ、ブルーモリス、行ってくるから。申し訳ありません、姫様。すぐに魔風石とやら、取ってくるからね！ありがとう。水野、期待して待ってるわ。姫様、上まで行く者の人選を。ああ、そっか。この塔の中では魔術が効かないんだったわね。そうです。ですから、奥に進むのは魔術なしでも戦える人でないと、他の人の足手まといになってしまいます。そうね。前にも言いましたが、まず水野とケスレーの二人は決まりでしょう。残る一人を姫様にするか、ラクロアにするかですね。姫様、ご決断を。水野、ケスレ、行くわよ。姫様、魔術が効かないのです。アイテムの数は足りてますか？私たちは塔の外で待ってますから、お気をつけて。これかしら？そうみたいだな。早く取って戻るあるよ。じゃあ、取るわよ。ようやく来たか、親衛隊の諸君。待ちくたびれてしまったぞ。誰、アルカ？私はエルバッハ。ダイナスター様配下の魔性の一人、鋼のエルバッハだ。この世で最も強く、この世で最も美しい肉体を持つ女、それがこの私、鋼のエルバッハだ。ふん、ただの筋肉お化けじゃねえか。肉弾戦なら負けないやるよ。
よく言った。だが、この魔風石がある限り、この塔の中では魔術が効かない。それを忘れてはいないだろうな。魔術が使えないまま、私の相手をするのはなかなか辛いぞ。それはお互い様よ。こちらもこんな時のために肉弾派を選んだんだからね。さあ、さっさと倒されて、素直に魔風石を渡しなさい。面白い。私に勝てば魔風石はくれてやろう。では行くぞ。姫様、どうでした？ほら、この通り。エラン、これでいいんでしょ？そうです。これに間違いありません。じゃあ、一刻も早くウィスラーさんへ。そうね。じゃあ、ウィスラーさんに行くわよ。ルーモリス、無事？姫様、魔風石は手に入りましたか？もちろんよ。待ってて、今開けてあげる。これをどうするのかしら。お貸しください、姫様。この魔風石を扉のこのくぼみにはめ込んで。これで大丈夫のはずですが。開いた！姫様、ありがとうございます。一時は、もう助けは来ないものと諦めかけました。何言ってるの？私があなたを見捨てるわけないでしょ？姫様。やあね、もう、ブルーモリスったら。シャキンとしなさいよ、シャキンと。はい。さあ、ブルーモリスも無事戻ったし、帰るわよ。姫様、帰るってどこへ？いやーねー、
ウィリアの町へよ。いくらなんでももう橋の修理が終わる頃でしょ。そうですね。さあ、行くわよ。はい。Thank you.
姫様、この町の北東に広がるルイーズの森に一人の老人がいます。その人物なら、この偽ドラゴンアーマーを外せると思います。本当なの？じゃあ、すぐその人のところへ行きましょう。わかりました。ただし、その老人の住む小屋の周りには結界が張ってあります。私以外の人では見破れないでしょうから、私が先導します。私を先頭に出してください。それにしてもエラン、なぜあなたがその老人を知ってるの？その老人って一体何者なの？まあ、その話はまた別の機会にということで。何か訳ありみたいね。まあいいわ。とにかくその老人のところへ行きましょう。はい。でもその前に情報を集めてアイテムを補給した方がいいと思います。変ね、誰もいないわ。歯が、小屋の主からの書き置きだわ。なになに？なんて書いてあるの？ミネルヴァ姫とその親衛隊の皆さん、わざわざご苦労じゃった。わしはここであなたたちを待っているつもりだったが、ちょっと用事ができてな。出かけなくてはならなくなってしまった。ご足労じゃがわしに会いたくば、ウーズナム西南の鉱山跡まで来てはくれんか。わしは鉱山跡で探し物をしているから、鉱山跡の中まで来てくれれば会えるはずじゃ。ではな。ですって、姫様。鉱山跡ね。行くのはいいけど、本当にその人、アーマーを外せるんでしょうね。そのはずです。もし、この人で無理なら、この世界に外せる人はいないでしょう。わかったわ。とにかく、このままじゃ話にならないもの。その老人を信じて、鉱山跡まで行ってみましょう。あなた、エッシャーさんなのね。ええ、そうですが。以前、ここの東南の鉱山跡で働いていたそうね。ええ、確かに。それが何か？その鉱山跡の中を案内してほしいのよ。会いたい人があの中に入っていったらしいのよ。ええ、鉱山跡の中をですか？やだなあ、あそこ。あちこち穴が開いたり、崩れたりしてて危ないんだもの。あら、あなた、この間、何でも手伝うって言ったじゃない。あれは嘘だったの？この私に嘘をついたのね。調子のいいこと言っても、いざ自分の身に危険が及ぶと。結局何もしようとしないのね。今や王国が存亡の危機に直面しているというのに。いや、そんなことは。参ったな。わかりました。
わかりましたよ。私も王国の住民だ。この危機に際して多少の危険がどうこうは言ってられない。いいです、私を連れて行ってください。コーザートの中を案内しましょう。おお、ミネルヴァ姫、待っていましたぞ。待っていた？ってどういうこと？私のことを知ってるの？知っているとも。それより、偽のドラゴンアーマーを脱ぐためにわしのところに来たのであろう。そんなことまで。あなた千里眼なの？別に千里眼だというわけではない。そこにいるエランから時々報告を受けておったからな。エランからの？あなたたちは一体？エランはわしの弟子の一人なのだ。エランがあなたの弟子？ああ、おしゃべりは後にして、とにかくその偽のドラゴンアーマーを外してしまおう。それを外すためにはある鉱物が必要でな。実はわしがこんなところまで来たのもそれを採取するためなのだ。さて、その鉱物を粉にしたものがこれでね。これをそのアーマーに振りかけて。幸いなる者に幸あれ、豊かなる者に恵みあれ、大いなる者に奇跡あれ、ホーリーアーやサティアグラハ、あ、ヒンサー、これで大丈夫だ。もうその偽のドラゴンアーマーを外せるはずだ。ところで、さっき言ってたエランがあなたの弟子ってどういうことなの？わしがミネルヴァ姫、あなたのことを観察するために親衛隊に送り込んだのがエランなのだ。そしてダイナスターもまたエランと同じようにわしの弟子なのだよ。いや、それどころか、ダイナスターを育てたのはこのわしなのだ。つまりわしはダイナスターの育ての親にして魔術の師というわけだ。なんですって？それってどういうことなの？まさかあなたが今回の事件の黒幕？そうではない、そうではないが、今回の事件にはいささか責任があるのは間違いない。どういうことなの？さっぱりわからないわ。では順序立てて話そう。あれは17年前のことだ。ウィスラー12世と王妃に娘が誕生した直後に、ウィスラー城下にいたわしの耳にある噂が入ってきた。それは王妃が双子の赤ん坊を産んだという噂だった。発表では生まれたのは娘が一人ということだったにもかかわらずな。双子の赤ん坊？
わしは密かに噂の真偽を確かめた。そしてその噂が本当だったことを突き止めたのだ。本当のことですって？そうだ。それ以来わしは城の中の動きに注意していた。そんなある日、城の人間が一人の赤ん坊を抱いて城を出て行った。そしてウィスラー川にその赤ん坊を捨てたのだ。それじゃあ。そうだ、わしは捨てられたその女の子を拾った。そしてウィスラー城下を離れ、ルイーズの森に居を構え、その子を育てた。ダイナスターと名付けたその女の子をな。そうだったの。じゃあダイナスターと私は姉妹ということなの？そうだ、ダイナスターはお主の姉なのだ。ダイナスターが私の姉？でもそのダイナスターがなぜ王国を襲うの？それなのだが、実は最近ダイナスターが己の出生の秘密を知ってしまったのだ。それでな、己を捨てた両親ウィスラー12世と妃に復讐をすることを決意してな。それに本来自分がいるべき場所に座っているミネルヴァ姫、お主にも復讐をしようとしておるのだよ。そうだったの。わしはあの子を育てながら檻を見ては魔術を教え込んだ。優れた魔術師の資質を持っていたダイナスターはみるみるわしの教えを吸収していった。今では死のわしをしのぐほどの魔術の腕を身につけてしまった。だがな、わしがあの子に魔術を、そんな復讐などに使ってほしくない。ミネルヴァ姫、あの子、ダイナスターを止めてやってはくれんか。あの子はもうわしの言うことすら聞こうとせん。今やあの子を止められるのはミネルヴァ姫、お主だけなのだ。そうだったの。でもなぜお父様やお母様はダイナスターを捨てたのかしら。どうやらその時何者かが動いていた節があるのだ。何者か？そうだ、双子の赤ん坊が揃って成長してほしくなかった何者かが城内で王に妙なことを吹き込んだらしいのだ。妙なことって？双子の赤ん坊が揃って大きくなると王国の将来に災いをもたらすから、今のうちに片方を殺せというようなことをだ。誰がそんなことを？当時ウィスラー王宮にいた宮廷予言師がそのような予言をして王を惑わしたらしい。さすがに王も殺すことは忍びなくて密かに捨てさせたようだが。許せないわね、そいつ。でその宮廷予言師、今どうしてるの？王が双子の片割れを捨てた直後にいずこへともなく王宮から去っていったということだ。なんてやつ。どうだね、ミネルヴァ姫、ダイナスターを止めてやってはくれんかね。いいわよ。聞けばダイナスターにも同情すべき点はあるみたいだけど、でも何の関係もない王国の人たちを巻き添えにする今のやり方は許せないわ。やるわ、ダイナスターを懲らしめて目を覚まさせてあげる。おお、よく言ってくれた。それでわしも安心できる。だがダイナスターは手強いぞ。先ほども言ったように、今では師であるわし以上の魔術力を持っている。大丈夫、愛と勇気と正義の心で何とかするわよ。その心意気だ。だがせめてものわしからのプレゼントを受け取ってはくれんかね。プレゼントって？ドラゴンアーマーだよ。これがあればダイナスターとの決戦の時少しは役に立つだろうて。ドラゴンアーマー？また偽物だなんて言うんじゃないでしょうね。違う違う、心配せんでもいい。第一、偽物を渡すくらいなら最初から外せるようにしたりはしないさ。そうね、じゃあありがたくいただいておくわ。それとこれをあげよう。これは、わしが
アンチマジックプロテクトをかけたゴーフじゃよ。ウィスラー城には強力な結界が張られていて近づけないだろう。ええ、確かに。このゴーフがあれば結界に侵入することができるはずだ。くれぐれもダイナスターのことをよろしく頼む。あの子の目を覚まさせてやってくれ。こんなこともあろうかとこれを用意してきたのよ。危ない。姫様、割れたらどうするんですか。もったいない。何の真似だ。分かったわよ。偽物はあなたよ。バカな、どうして分かった。姿形をどれほど似せてもチロリアの酒好きだけは真似できなかったようね。上ばみともアルチューとも言われるほどお酒が好きなチロリアが自分に向けて投げられた酒瓶を落とすはずがないでしょ。姫様、アルチューはないでしょう。アルチューは、あらごめんなさい。でもとにかく酒瓶を取らなかったあなたこそが偽物だって分かったのよ。なるほど、そういうことか。お前も思っていたほどバカではなかったようだな。バレたのなら仕方がない。いかにも、私が鏡のテクニカだ。うん。では改めて勝負してもらおうか。ありがとうございました、姫様。いや、それにしても見事な起点でしたな。改めて姫様を見直しましたよ。ありがとう。でも、最初に思いついたのは私じゃなくて、ラクロアなのよ。ラクロアにもお礼を言ってあげて。ああ、そうだったのか。助かったぞ、ラクロア。何せ、この私自身ですら見分けがつかなくなるほど、そっくりに化けていたからな。あのテクニカとやらは。あら、いいのよ。でも、感謝の気持ちがあるんなら、後で何かおごってよね。いいとも、酒をおごってやろう。いくらでも飲んでくれ。もしラクロアがテクニカに捕まったら、私が1ギルダー投げてやるよ。1ギルダーに飛びついた方が、本物のラクロアだ。どういう意味よ、それ。